今日皆さん、賛美、ただの賛美集会と思って来られたので、どうぞ。ありがとうございます。あ、そんないないです。いや、普通にライブレコーディングと思って来られた方、ありがとうございます。いやー、めったにできないタイプですね、こうやって。まあ、ちょっと独特な雰囲気の中でやるんですけれども、皆さん楽しんでますか？感謝します。しばらくの間、本当に御言葉に耳を傾ける時間を持っていきたいと思うんですけど、皆さんはですね、イエス様に仕えることを願っていますか？イエス様に仕えることを望んでおられますか？こうやって皆さんと一緒に礼拝することも、イエス様に仕えるために私たちは礼拝を捧げるんですよね。今日イエス様に仕えるために皆さんこの場所に来られたでしょうか？またあるいはその日曜日の教会の礼拝、皆さんイエス様に仕えるために日曜日の礼拝に行かれているでしょうか？自分が恵まれたい、満たされたいから礼拝に行かれているでしょうか？それともあの人に会いたいから、あの人の言葉で励まされたいから礼拝に行こうと思っている方が中にはおられるかもしれませんけれども、私たちは基本的にはイエス様ご自身に仕えるために礼拝に行くんですね。で、仕えた結果恵まれるんです。イエス様に本当に心を注いで礼拝を捧げるときに、私たちの心は満たされるんです。皆さん、目的は恵まれることではなくて仕えることなんですね。で、この仕える人生が皆さん、私たち一人一人に与えられているということを、今日話したいと思うんですけれども、使えることには大きく分けて3つあります。まず1つ目はそれ礼拝です。そして2つ目は交わりです。兄弟姉妹に使えていく、兄弟姉妹一人一人はキリストの各部分ですよね。イエス様の一部分です。だから兄弟姉妹に使えることはイエス様に使えることになるんですね。例えば、兄弟を落ち込んでる兄弟がいたら、大丈夫だよ、大丈夫だよ、励ます。これはイエス様に使えることになるんです。キリストの体の一部分なので。またあるいは賛美を通して私たちは兄弟姉妹に使えていることがあると思います。また料理を作ったり、また掃除をしたり、また PA をしたり、いろんな働き、いろんな奉仕をして私たちは兄弟姉妹に仕えていくわけですけれども、それもイエス様に仕えていくことだということができると思います。3つ目は何でしょうか？それは私たちは生活の中でイエス様に仕えることができるんです。礼拝の中だけではなくて、生活の中で仕事や家事や育児や、また学校の中で本当にイエス様に対してするように一つ一つのことを行っていくなら、それはイエス様への奉仕となるということを聖書は私たちに教えていますけれども、皆さん、イエス様に仕える生活を送っておられますか？まあ、送っておられると思うんですが、その中で本当に皆さん悩むことってないですか？イエス様に仕えているつもりだけど、これでいいかなと、あ、悩んでる。あ、いいです。イエス様に仕えていく中で、あ、なんか損やなと、なんか得することあんまないなと思うこと皆さんないですか？私はですね、結構あるんですね。まあ、それは具体的には言わないんですけれども、まあ、小学生の時を例を挙げます。今のことを言ったらちょっと皆さんつまずくかもしれません。小学校の時、私は父親が牧師だったので、もう強制的にストリートで賛美をさせられていました。で、その時に作った曲、心からっていう曲があるんですけど、それを駅前に立って大声賛美させられたんですね、強制的に。そうです。あ、ごめんなさい、心から作った高校生ですね。でも小学生からストリートずっとやってて、高校生のある時に心から歌わせられて、で、反強制的に。で、その地元の駅前のところだったんですけど、まあ自分の知り合いの子たちが、クラスの子が通りがかるわけです。そして私の賛美を聞いて、真似するんですね。心から
思いますとか言って歌詞を変えてねで日曜日にストレートするんですけど、月曜日に大体もうクラスのみんなに茶化されて、昨日布教活動してたよね今日からザビエル中山へそうやって言われてたんですけども、なんかね子供の頃の中でいやイエス様に仕えるとなんか損やなと、得すること全然ないなというふうに私自身は本当に思うことがあったし、今でもそう感じることが正直あります。イエス様に本気で従っていく、イエス様に本気で本当の真実な心を持って仕えていく中で、ああなんだかなあと、そんだなあと思うことが今でもあるんですね。イエス様も使えるためにこの地に来たんですけども、その使える人生を送られたイエス様でも悩むことがあったんです。使い続けていく上で、奉仕していく上でイエス様ご自身も悩んだ、その箇所をまず開きたいんですけど、ヨハネの福音書、12章27節ちょっと鼻が詰まってるんで、ちょっと酸欠状態はい、あ、大丈夫です。多分ティッシュでは取れないです慢性的だなヨハネの福音書12章27節出ますかね。あ、これですか。出ないです。あ、はい、あ、出ない、OK。 じゃあ、出しますか。はい、いけます。いけます、はい、OK。 じゃあお願いします、はい、ヨハネの福音書12章27節にイエス様の言葉がこう書かれてあるんです。今、私の心は騒いでいる。ヨハネの福音書12章27節今私の心は騒いでいる、そうイエス様は言われたんです。イエス様の心がなぜ騒いでいたのか、イエス様がなぜ悩まれていたのか、その理由は十字架にかかる時が迫っていたからです。まあ、それを前後の脈絡を通してみると分かるんですが、イエス様はゲッセマネの園で祈りました。できるならばこの杯を取り除けてほしい、できるならばこの十字架を取り除けてほしい、そう祈られたんです。イエス様はずっとこの地に生まれて仕え続けていく人生を送られたけれども、十字架の奉仕はできるならば避けたかった、それだけはしたくなかったんです。その奉仕は、皆さん、私たちはできるならば避けたい奉仕ってないですか。これしんどいなってあると思うんです。メッセージだ、その今の私かもしれない、鼻が詰まってうまくできるならば避けたい奉仕は皆さんもあるかもしれませんね。私は新学生の時その奉仕があったんです。それは下水道の掃除です。今はどうか分かんないんですけど、その当時ですね、もうしょっちゅう男子寮と女子寮の下水道が詰まりまくってたんですね。で、なんで詰まってたかって、その理由は詰まりやすい構造で作られたっていうシンプルな理由だったんですいや、もっとちゃんと作ればいいんですけど、なんか直線に普通は作るんですけど、こう、なんて言ったらいいですか、 S 字に作られてて、そこにどん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 汚物が溜まっていくんですね。で、それをすくい上げる方式だったんです。で、何ですくうかっていうと、金のひしゃくですくう汚物は皆さん、もちろん茶色です。だから多分金のひしゃくを選んだんでしょう。で、金のひしゃくですくい上げて何に入れるかって言ったら、黄色い樽に入れるんです。そこも合わせたんだ黄色い樽ですよ、漬物樽ですよ、これぐらいの。そこに入れて、で、何で運ぶかっていうと、一輪車で運ぶんですね。ものすごい不安定なんですよ運ぶ時に汚物がチャプンチャプンって揺れるんです。もうその時は本当に試練で、たまにこぼれるんです。その地面の石ころとか段差があったらガーってなって、こぼれそうになって、自然に悲鳴がピューって上がるそういう奉仕が、まあ、あったんですけど、みんな新学生嫌がってました。もうできるなら避けたい奉仕だったんですけども、まあ、なんで避けたいかっていうと、まあ、臭い思いをしたくないと、まあ、辛い思いをしたくない、汚くなりたくない、そういう思いがあるから、
まあ、みんな避けていたんですけれども、皆さん、私たちはできるならば避けたい奉仕ってないですか？また、あるいはできるならば避けたい人間関係ってないですか？あの人とは関わりたくない、あの人には近づきたくない、あるいはできるならば避けたい仕事とか、そういったものが私たちの中にあるかもしれない。自分の気分を害する、辛い目を見る、痛い目を見る、そのようなものがもしかしたら皆さんあるかもしれないですけれども、イエス様にとってそれは十字架だったんです。十字架を避けたい、できるならば振り向けてください、そのような祈りをされた。でもイエス様はこの時すでにその道に進むことを覚悟していたんです。できるならば避けたい、でも私はこの十字架の道に、十字架の奉仕の道へと進んでいこう、そう覚悟していた。どうやってイエス様は十字架に仕えていられたのか、24節出ますかね。12章24節にこう書いてます。24節は出ますかね。出ない、全部では出ないです。あ、じゃあ読みます。12章24節、イエス様の言葉です。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。イエス様はここで自分のことを一粒の麦に例えて話されました。もし一粒の麦が地に落ちて死ななければ、種にならずに実を結ばない。もしイエス様が十字架上で死ななければ、実を結ぶことはできない。私たちが救われることはない、なかった。異邦人が救われ、イスラエルが救われることはなかった、そのことを言ってるわけですけれども、十字架の死が豊かな実を結ばせていくと言われたんです。イエス様が死んでくださったから私たちは救われたんですよね。イエス様が本当に自分の思いに死んで、本当は避けたかったけど自我に死んで、死んでくださったから私たちという身が結ばれたんですよね。イエス様は自分の思いに死んで使えられたんです、まあ、この御言葉が、メッセージが与えられた時に、私はちょうど妻から一つの連絡があって、息子がですね、熱性経炎というのが出て高熱が続いていたので、小児科のちっちゃい病院ではもう手がつかずに大きい病院を紹介されたんです。で、その3日後に大きい病院に行ったんですけれども、そこに行くためには紹介状を書く必要がありました。小児科のお医者さんが紹介状を書いてくれるんですけども、その当日、大きい病院に行った当日、紹介状を忘れたらしく、私に連絡がかかってきたんですよ。で、妻から私でした。もしもし、ごめん、今病院に着いたんだけど紹介状を忘れたから持ってきてくれると。で、私はちょうどこのメッセージが与えられて、もうなんかものすごい盛り上がってる時だったんですね。いや、すごい素晴らしい、もしのために死んでくださった、死んだから豊かな実が結ばれたと。でも私、なんて言ったと思いますか、妻に。持ってきてくれる、って言ったんです。まあ、つまり嫌だっていう、ね、嫌だと言わなかったんですけど、でもこの御言葉が与えられていたので、私はいいよって言うことができたんです。イエス様もしなればいいよって勝利することができたんですね。自分に死んで、まあ、使えることができたんですけれども、まあ、私こんなもんなんです。自分のスケジュールがこうなんか妨害されると、なかなかそれに死んで使えることができない、本当に弱いものなんですけれども、この御言葉、本当に自分に死ぬという言葉が心に入っていたので、妻に使えることができたんですね。私たちには皆さん、突然チャレンジがやってくるんです。自分に死んでイエス様に仕えるシチュエーションが与えられる。気が向かない仕事だったり、またできれば避けたい奉仕や関わりたくない人、そこに仕えるように導かれる場合があるんです。もし私たちが自分の思い通りにしたい、
本当に自分の都合の良いようにしたいという思いがあったら、私たちはイエス様に仕えていくことはできません。自分が気分のいい時だけしかそれは仕えることはできない。自分のプランの中で自分の都合がいい時でしか私たちはイエス様に仕えることができないものになってしまう。でも大体私たちは、私たちがやってくるチャレンジっていうのは自分がやりたくないチャレンジなんです。そこで私たちは自分に知らないと、自分の思いを捨てないと、なかなかイエス様に仕えていくことができない。でもイエス様は何て言われたでしょうか。もし地に落ちて死ぬなら豊かな実を結ぶでしょうとイエス様は言われたんです。私たちがもし死んで、自分に死んで、その使えたくないところに使えているなら豊かな実を必ず結ぶとイエス様は約束されたんです。それはもしかしたら皆さんにとっては救いの実かもしれません。また人格的な実かもしれません。いろんな実がそこに結ばれていく可能性があるんです。皆さん、私たちはイエス様に仕える人生と招かれている。そのような人にイエス様は言われるんですね。皆さん、イエス様に仕えたいでしょうか。私たちの人生をかけてイエス様に仕えたいですか。自分の好きな時だけイエス様に仕えたいですか。それとも生涯を通してイエス様に仕え続けていきたいですか。もしその覚悟があるなら、そのような人にイエス様は言われるんです。26節、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。つまり私に習いなさい、イエス様に習いなさい。そのようにイエス様は言われたんです。皆さん、イエス様に習う、何を習ったらいいですか。それは自分に死んで十字架に行かれたイエス様に習うんです。どんなシチュエーションでも自分に死んでイエス様のように仕え続けていく。私たち本当に本気でイエス様に仕えたいって思った時に、必ず手放すものがありますし、犠牲になるものがあります。イエス様のように悩むことがあります。また心を騒ぐことがあります。でもイエス様は26節の最後で、もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいますと約束しておられます。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。皆さん、この約束が与えられているんです。新旧約聖書の訳では、父はその人を大切にしてくださると、父はその人を大切にしてくださると訳されているんです。もしイエス様に私たちが仕え続けていくなら、神様がその人を大切にしてくださるという約束です。このチャレンジって結構ですね、近い関係の中で起こってくるんです。家庭かもしれません、妻かもしれない、子供のことかもしれません。もう私も息子が先週ずっと入院、僕ら入院してて、で妹の1歳のホサナっていうんですけど、彼女のことをずっと見て、ここに大阪に来るまでずっと彼女を見ていました。もうその中で女性の人すごいなと思ったんです。こんな一日中ずっと子供といて育児して、しかも家事までして、いや本当に尊敬するなと思ったんですけども、もう普段使わない脳みそを使ってたから、もう頭が痛くなって、私自身、まあ、それこの前言ったんですけど、本当にすごいなと思いました。でもですね、本当に自分に死んで使える私はチャレンジをその時受けたんですね。皆さん、チャレンジがやってくるんです。こういう時は楽しいですよね帰ってからが皆さん勝負ですね。本当にイエス様に使える、この時は言えるんです。イエス様、あなたに使えます。イエス様、あなたに捧げます。イエス様、あなたを愛します。あなたについていきます。でもいざその現場に、生活の現場に戻る時に、自分にとって都合の悪いことが待っているんです。自分にとって損になることが待っているんです。でもイエス様はそのチャレンジを受けてほしい、そのように思っている。私のように仕えてほしい、もし仕えるというなら私についてきなさい、
私に習いなさい。そのようにイエス様は私たちに語られるんです。皆さん今日チャレンジしたいと思います。もし避けたい人がいるなら、そこに今日進んでいけるように主に力を求めようじゃないですか。もし本当にずっと背を向けていた問題だったり、ずっと何かこう触りたくないようなものがあったならば、本当にそれをそこに対して私たちが徐々に手を差し伸べていくことができるように、イエス様に助けを求めようじゃないですか。もし私たちが本当にそこに向かっていくなら、隠された宝が絶対あるんです。そこで何か実が結ばれようとしているんです。そのことを覚えましょう。私たちはですね、本当に現代人は目に見える良いものばかりをこう選択していってしまいますけれども、自分にとって嫌なこと、辛いこと、それを選択してそこに仕えていくなら、実はそこに素晴らしいものが用意されているということを私たち今日覚えたいと思います。そのために本当に私たちイエス様の力が必要です。皆さんイエス様に仕えていきたいですか？アメリカいや、楽しいこともたくさんあるんですよ。幸せなこともたくさんあるんですよ。でも毎日ハッピーだったら私たち成長しないです。試練もやってくるし、自分にとって都合の悪いこともやってくるんですね。私たちの成長のため、成熟のためでもあり、そして人々の救いのためでもあるかもしれない。そして職場が本当に祝福されるためであるかもしれない。また家庭の回復のためであるかもしれない。今まで嫌だと思っていたものがあったならば、今日私たちはその思いを本当に捨てて、イエス様ご自身に使える人生ともう一回立ち返りたいと思います。そして残りの曲も賛美も本当にイエス様に使える思いで賛美していきたいと思うんです。私たちが気分良くなるためではなくて、まあ音を間違ったりするかもしれません、ミスったりするかもしれませんけども、それでも、まあ、自分好みの賛美じゃないかもしれないし、自分の合ったスタイルじゃないかもしれないけども、本当にその思いを捨てて、ただイエス様に仕えていく、そのような時間を持っていきたいと思います。ピアノ弾いていただいていいですか？しばらく皆さんで祈っていきましょう。本当にその家庭で、学校で、また職場で、本当に避けたかった、今まで避けていたことがあるから、きっとそこに使えていけるよう、イエス様に助けを求めていきたいと思います。そこにイエス様の計画があります。そこに本当に豊かな実が結ばれようとしている、覚えたいと思います。このレコーディングに至るまでも本当に多くの苦しみだったり痛みだったり、もうもしかしたらもうやめたいと思った人もいるかもしれないけども、主がここに本当に豊かな身を結ばせようとしていることを感謝したいと思います。風邪ひいている人もたくさんいますし、体調崩している人や本当に精神的にもしかしたら落ち込んでいる方がいるかもしれません。でも純粋にただイエス様、こういう状態ですけれども、あなたに仕えますと、そういう思いを持ってイエス様に捧げていくときに、イエス様はそこに栄光を必ず表されます。素晴らしい御業を成してくださいますから、私たちが本当にそこに進んでいく力が今日与えられているように、そしてこの場所だけではなくて、帰ってからも私たちが本当に喜んで、一つ一つのこと、小さなことも大きなことも忠実に使えていくことができるように、共に一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたは私たちを救うために死んでくださいました。主よ、あなたの十字架を感謝します。私たちは私たちのようなことになって、本当に降りていって
地に落ちて死ぬ一粒の麦のように、私たちも死んで、あなたの足跡、あなたの足跡にたどって進んでいくことができるようを助けてください。主よ、私たちをどうぞ用いてくださいよ。お願いします。私たちはそれぞれがそれを通して表されていきますよ。結ばれて今日本当にこのようにしてあなたの名によって集まり、あなたを礼拝できる恵みの時間が与えられていることありがとうございます。あなたが十字架でその血を流してくださったからこそ、私たちは大胆にあなたの御前に近づくことが許されている。本当に何の躊躇もせずに、何のはばかることもせずに、あなたの御前で時間を過ごし、あなたと親しく交わり、あなたを知る時間、あなたを感じる時間で与えられていることをありがとうございます。主よ、あなたは天に戻り、そしてその後聖霊を下し、私たち一人一人に下し、この地で私たちに使命を与えてくださいました。それはイエス様に仕えるという使命、人々に仕えるという使命です。主よ、私たち一人一人を用いられるお方、私たちを通して働いてくださるお方、私たちのそれぞれ置かれているところでいろんな辛いことや避けたいことや、本当にそれに触れてしまうと心が痛み悲しみ、本当に心騒ぎ、また悩んでしまうことがあるかもしれません。しかし主よ、その部分に私たちが喜んで仕えていくことができるように、聖霊様どうか助けてください。あなたの助けが必要です。自分の力でしていくことはできません。主よ、本当にあなたが仕えられたように、この地上に降りてへりくだって仕え続けてくださったように、私たちも本当にこの地上命ある限り、本当に降りてへりくだって仕え続けることができるように、どうか助けてください。その時にあなたは素晴らしい身を本当に用意してくださっている。主の栄光が表されることを感謝いたします。どうぞ一人一人を用いてください。これからの時間も全てお願いして、愛するイエス様の皆によってお願いします。アーメン。 Thank you.